紹介していきます。それでは参ります。ヒブレ和太鼓教室で初級クラスの皆さんです。どうぞ。
橋亮介さんが掛け声をいただきながらですね、スタンドアイズを送っていただきたいと思います。それでは大橋さん、よろしくお願いいたします。どんと一発
ですね、もう本当に気になる動きも含めて演奏いただきましたけれども、はい、どうですか、和太鼓を始めたのはこれ中学になってからですか？どうですか、和太鼓はこう自分の中でどんな魅力がありますか？はい、本当に、ね、こう楽しみながらこうして演奏もされているという部分も含めて、やっぱりこう部活動 です、ね、楽しんでできるというところも、ね、一つポイントとしてあるのかなと思いますけれども、さあどうでしょう、じゃあ津谷さんがこう目標としているものであったりとか、こんなことできるようになりたいなと思っていることがもしあればお願いします。先輩のように堂々と叩けるようになりたいです。はい、先輩も、ね、本当に尊敬できる方がいらっしゃるというのも、ね、やっぱり私にとってすごくプラスになるところかなというふうに思います。素晴らしい演奏をプレゼントしてくれました。皆さん、今一度の拍手を送ってください。ありがとうございました。
中学校1年生の皆さんでした。皆さん今一度大きな拍手どうぞお送りください。ありがとうございました。さあそれでは準備も整ったようですので、これからご披露をいただきたいと思います。皆さん拍手をお迎えください。和太鼓ユニット柳田の皆さんです。お願いします。
八中大校2年生の皆さんでした。皆さんご一緒に大きな拍手をお届けください。ありがとうございました。それでは皆さん拍手をお迎えください。琵琶湖和太鼓